はい、どうも、じゃあ、井村といえばサンマリノグランプリってやつアホ。失礼します。もう卒業しましょう。そろそろ卒業しましょう、はい。おっさんではちょっと言い訳になりません。イモラ国じゃないよね。イモラ町イモラにあるサンマリノサーキット。はい、よし。いや、ほら、サンマリノグランプリってよく聞くじゃん。イモラはイタリアのエミリアロマーニャ州のイモラにあるエンツォ・エディノ・フェラーリサーキット。ここでこのサンマリノという国の名前を借りてサンマリノグランプリやってたけど、まあイタリアで2回やりたいからっていうね、モンザとイモラでやりたいから。でもイタリア北グランプリとイタリア中部グランプリとかできないので、昔は、今はできちゃってますけど、結局本当は一国一開催だったんで、じゃああのサンマリノっていう体にしとこうぜっていうので、イモラでサンマリノグランプリってやっちゃったんですけど、でもまあサンマリノめっちゃ遠いので、全然遠いので、まあイモライコールサンマリノって思ってるやつはアホということで。ああ、そういうことね。まあもう常識ですけどね、当時から常識でしたけどね、そんなね。だから僕はサンマリノ行ったことございません。インボラは何回も行ってますけど。ああ、そういうことね。だから別のサーキットってことね。サンマリノはサーキットじゃないです、国です。あ、国、はい、あ、サンマリノサーキットじゃないんだね。サーキットあるんだったらサンマリノでやればいいじゃん、そしたら。確かになんであの富士で開催して鈴鹿グランプリっていうんですか。確かに確かに、おっしゃる通り。というわけで、エミリアロマーニャグランプリ、イモラで行われるエミリアロマーニャグランプリですけども、その前に、はい、その前に、前回のマイアミグランプリのね、ひどいひどい太郎ノートの答え合わせしときましょう。あれ、そんなひどかったっけ。当たってないんですね。当たってないですね、全く当たってないです、まず、あの前回から、フリースさん予想がなくなりまして、なくなりましたね。今週のおじということで、まあ、注目太郎さんの個人的応援ということで、まず最初に注目されたのは今週のおじは誰、はい、ということで、はい、ゆるけんさん、はい、ほいほいって言って、流行る一番、FP1 からクラッシュしました。いきなりクラッシュです。普通誰もクラッシュしない前回で行くコーナーでクラッシュしました。あ、そんなだったっけ、はい、で9位って書いてあるのもちろんあのズルズル交代して最後はあの鶴田君の前にいたんですけど、はい、最後はサクッと抜かれて落ちましたね。中段トップ、中段トップが、つっくんさん、やってしまいました。つっくんさん、レースが荒れたら俺の出番だって言ったら、20代全車完走です。全然荒れませんでした。ということで、動いて。ああ、そうか、1台も2台やらなかったんだね、はい、で5位ぐらいってちっちゃく書いちゃったんですけど、9番敗退です。でなんならあのフリースさん予想なくなった途端、フリースさんあの角田君に勝っちゃいました。今季初です。で、ギリギリ入賞できずと、また11位です。まあまあでも11番まで挽回したからね。いや、だからこれ書かなかったら多分全然入賞できたんでしょうね。荒れたら多分5位ぐらいいけたんでしょうね。そして、注目ポイントですけども、はい、注目ポイントの方が、俺だよ俺ということで、ケツを書いてしまったんで、ディアレストレーンでケツをつつかれるというね。疲れ続けてましたね。そしてあのしっかりと入賞はできず、空気のように消えていくというポスターでしたね。タロンのデグイテで、優勝予想の方がですね、こちらも、毎回のフェルスタッペンとなっておりまして、Q3 で赤旗で9番でスタートというね。タロンのデグイテで、まあ、それも、ちゃんと跳ね返してしまうマックス選手ということで、まあ、毎回あのチェコとマックスの激しい争いじゃなくて、タローノートとマックスの激しい争いが繰り広げられてますね。繰り広げられてるね。バクーではあの見事タローノート撃墜したんですけどね、スプリントではラッセルが撃墜で、で決勝はセーフティーカーで撃墜ということで、タローノートが勝ったんですけど、今回はちょっと勝ちきれなかったですね。9番手からスタートはさせたんですけど、はるかにそれを上回ってしまったということで。で、あと本年優勝予想とかね、あのメンバーの方ご覧いただける本年予想の中で、復活のレーンとチャンスくれーということで、金曜土曜と2回続けて同じところでクラッシュです。いやー、これはさすがに自分で笑ったからね。画面見ながら、ああ、あんなに同じところでクラッシュするかねっていうの。もうタローノート以外ありえないですよね、あの展開はね。もうこれはさすがに反省したんで、もう書かないです。もうやめた、もう赤は知らんっていう。といった感じでひどい太郎ノートのマイアミグランプリでしたが、ここからはエミリア・ロマーニャグランプリ予想ということで、言えてないですけど全然。もう一回言ってみてください。エミリア・ロマーニャグランプリ。
いやまあね、ここからヨーロッパラウンド開幕ということで、開幕ということで、まあ、ここが3連戦3週連続開催になっちゃうんですけど、うん、まあ、ヨーロッパラウンドが開幕するということで、まあ、サーキットもちょっと今までのフライアウェイのね、特殊な市街地サーキットとか半行動サーキットみたいなとことはちょっと違いますし、うん、まあ、バーレーンはパーマネントだけど、まあ、かなり特殊な、タイヤにめちゃめちゃ厳しいサーキットとしてちょっと特殊なんで、まあ、ようやく普通のサーキットで普通のマシンの比較ができるかなっていうところなんですが、まあ、イモラね、そんなに開催のこう歴史が深くないというか、うん、コロナで復活してそのままなんかいつの間にか残ってるみたいなね、はいはいはい、感じなんで、うん、まあ、ちょっと今のグランプリサーキットに比べるとコースが狭かったりとか、まあ、ちょっと違うんですよね、うんうん、まあ、そこでどんな走りをするのかっていうところが注目ですが、うん、まあ、とにかくあのイモラエミリアロマーニャどこ行っても食べるものがうまいと、これがもう最大の特徴ですから、うん、まあ、とりあえず美味しいものを食べときゃいいんじゃないですか、もう。おう。まあ、パスタもちろんね、イタリア、イタリアだからなんじゃなくて、あのイタリアの中でもエミリアロマーニャ州って一番その食べ物がうまいっていう、美味しいでしょ、パスタも、うん、パスタ美味しい、まあ、もちろんあの、ね、どこでも美味しいですけど、うん、イタリア、うん、ただあのボローニャっていう、まあ、エミリアロマーニャの中の一番大きい町はボローニャなんですけど、うん、まあ、ボロネーゼ皆さんご存知の、はい、あれボローニャから来てるんだ、もちろんボローニャのボローニャ風という意味ですから、ボロネーゼは、はいはい、あれ田野さんが知ってるボロネーゼと本物のボロネーゼは一緒、じゃどういうの知ってるかちょっとよくわからないですけどえミートソースでしょ、あミートソースです、はい、うんうん、ただ、まあ、あの、うん、肉よりトマトがメイン的なミートソースではないですね、もう肉、うん、ほとんど肉です、トマトほとんどないです、トマト使ってますけど、まあ、うん、もちろんほぼ肉、あもう 肉をゴロゴロ食うみたいな、もう美味しいですね、だからパスタ、それパスタもあるし、あとラザーニアもあります、ラザーニアベラーってした間にその肉ミートソースが入ってるっていう、まあ、あれもボローニャですよね、あとはまあプロシュートディパルマ、パルマハム、生ハム、あ生ハム、うん、はい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 、とか、まあ、パルミジャーノレッジャーノチーズ、あチーズ、粉チーズみたいなやつありますよね、あれはパルミジャーノでっかいやつガーコスっていう、あこう書いてあるやつ、ブロックのやつだね、それもパルマですからね、あとは、まあ、バルサミコ、バルサミコ、うん、バルサミコあんま好きじゃないあれもあのレッジョエミリアっていうその地域で作ったものしか本当のそのバルサミコとは呼ばれないっていう、あそうなんだ、やつ、まあ、あのシャンパーニュ地方で作ったシャンパンしか、はいはいはい、シャンパーニュと呼ばれないみたいなと同じですけど、まあ、あとはあのワインとかも結構有名ですね、うん、まあ、とにかくイタリアのみんなが美味しいとイメージする食文化のほとんどはエミリアロマーニャ州中心、まあ、もちろんナポリとかね南の方行ってたらまた、うん、あのちょっとシーフード系のパスタとかね、あのピッツァとかありますけど、まあ、北は北でありますけど、まあ、大体はあのエミリアロマーニャ州周辺という、じゃイタリア旅行では外せない地域、外せない、絶対行っていただきたい、はい、とにかくレストランどこ行っても美味しいですし外れはないというね、うんうん、そしてもちろんあのフェラーリアルファタウリというね俺たちの産地でもありますからどちらもエミリアロマーニャ州ですから、その今それを聞いた瞬間にちょっと価値がいい、だから食があまりにいってるんでも仕事はいいよねっていう、美味しいんだよね、そう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 、マラネロとか行って、うん、マラネロの美味しいものとかたくさん食べてたりといったところで、まあ、あの魅力あふれるエミリアロマーニャ州ですから、まあ、エミリアロマーニャグランプリも非常に楽しいというところで、うん、プロの優勝予想、うん、いきますか、いきましょうか、行っちゃいけない、行かないもうでも負ける前から分かってるでしょ、だってもう決まってるからね、決まってるね、はい、もうじゃあ行きますよ、はいどうぞ、はいお願いしますねと見せかけて、と見せかけて、見せかけて、ルールルルールルルあるかな、ルールル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 、紙が新しいですよ皆さん、これついに来たって書いてるんですけど、まあ、これあのちょっとまあね、あの今回アップデートが入るんでどこが早いか正直分かんないんで、ああいろんな、ね、そうしても無駄なんですよ、ああそういうことね、あのレッドブル早いのは間違いないですけど、うんうん、で逆転される可能性非常に少ないのも確かですけど、うん、まあでも分かんないんでそう言い切るのもなんだかなっていう感じなんで、うん、蓋開けてみるとアストンがすごい車アップデートして速くなる可能性あるし、あなるほどね、まあ、そうじゃなくても、コースとしてはストレートが少ないコース で、うん、でコーナーが中高速コーナーが多い、うん、低速コーナーアストンマーティンの苦手としてる低速コーナーはあまりない、まあ、あの100キロ下回るコーナーはほとんどないっていう感じなんで、うん、
でストレートも苦手としてるところがあまりないっていうことを考えると得意な部分しかないので車的には現状でも合ってる。でそこにさらにアップデートが入って、まあ、弱点が改善されるのかそれとも長所がさらに伸びるのか分かんないけど、いずれにしてもいい方向に行くことは間違いないので、まあ、そう考えるとアローチは予選では頑張ると、予選ではかなり今までちょっと差があったのがかなりいいところに来ると思うので、まあ、あとは決勝をどんだけ頑張れるかっていうところで、まあ、あと今年去年までに比べるとタイヤがワンスペック柔らかいので、ほうほうほう、 C3、C4、C5 なんで、まあ、そこもあのタイヤに優しいアストンマーティン的には決勝は有利かもしれないっていうところはある。だから、まあ、あとはあの、ね、狭いコースなんでなんやかんやあるでしょうし、はいはい、セーフティーカーとかなんやかんやあるかもしれないんで、まあ、そうなるとアロージ頑張るっていうところで、なんやかんやうまくいって優勝ついにだといいなっていう。だといいなっていう。でまあこれ実はあの来週モナコの予想で使うためにもう書いて前倒しで一週先に出してるだけなんで。なるほど。はい。連勝するかもねじゃあね。そうです。だから今週優勝したらもう余裕でモナコも優勝だし、そしたら次スペインですか、地元ですからまたさらに優勝。うん。全然ある。これはもうチャンピオンシップ争いが。いきなりリードする可能性ありますよ。だから。ということで願望かなり込みのアロージ予想と。なるほど。いうことです。いいじゃないですか。もうすでにテンション下がってますテンション下がる、はい、まあでもレッドブルも早いですよ、全然普通に早いと思いますよ、今のレッドブルのアドバンテージが1回のアップデートで入れ替わるかというと、まあ、これはかなり難しいので、普通に行くとやっぱりマックス優勝、ただチェコも別にイモラ苦手ではないので、あなるほど、初年度からねマックスを予選で上回ったりしてるんで、あそうなん、ね、全然 いけるとは思いますけどね。早い車がアップデートを入れたらなんか失敗して遅くなるってことは あるかもしれないですけど、し、うん、そしたら戻せばいいですから、ね、あそうか確かにそんなところで突っ草屋さん、突っ草屋さん言えてないです、大丈夫ですか、突っ草屋さん突っ草屋さん、テケ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 ハッピーバースデー、ダダーン、10位あったね、ツッコさん誕生日だ、この間あの誕生日でしたね、先週、はい、23歳になったということで、おめでとうございます、おめでとうございます。ってことは、え、23年には23歳だし、24年には24歳、あ、本当だ、ずっとね、あ、2000年生まれってこと、そうですね、あ、ミレニアム生まれなんだ、へえ。Z 世代ってやつですか、あ、というわけで、まあ、もう説明の必要がないという10位ですね、はい9位にはしてくれない、10位、まあ、あの車の実力から言うと10位も難しいですよ、もちろん、あのイモラには新しいフロア、完全刷新の新型フロア入るんで、はい、あれフロアこの間入れなかったっけ、オーストラリアでちっちゃく改良した、うん、あれはちっちゃく改良だったのね、まあ、第1弾ね、第1弾、6段まであるうちの第1弾、第1弾、はい、今回はさらに大きな刷新ということで、うんまあ、かなり全般的にパフォーマンスが上がるであろう、あろう、特に高速域でのパフォーマンスが上がるであろうと、映像なり写真なりで見た瞬間に、うおーなんかすげえフロア入ってるぜみたいな、まあ、これはフロア見えないから、ああ見えない下側なんで見えないですよね、下側なんだね、だからまあ、 あの大きいアップデート入るんですけど、うん、ただ1回のアップデートで勢力図がガラッと変わるほどではない、特にまあここの場合は一番下に今いるわけですから、うん、これが10番手ってつまり5番目の車にはならないですから、そこはあまりこう高い期待を持ちすぎない方がいいとは思うんですが、うんまあ、9番手10番手の車が8番手7番手の車になることはあるじゃないですか、うんうんうん、そうすると今10位9位11位9位10位11位争ってる角田君からすると10位なんて余裕で入れますよね、車が速くなるのかな、はいはいはい、1台分速くなるってことは2台抜けるってことですからね、1チーム速くなるってことは、だからまあちょっとここぐらいはそろそろ期待したいかなっていう、あとまあアルファタオリー結構伝統的に、ねはい、イモラ得意としてるんで、地元っていうのはまあ地元、うん、あのレース開催されてない間もテストとかやってるから、うんうんうん、データは他のチームよりたくさんあるんで、あそういうこと、イモラが復活してからはずっと調子いいですからね、うん、まあ、今年の車正直イモラには全く合ってないと思うんです中高速行の全然ダメだから特にあのぐるっと回り込むようなコーナーはすごく苦手としてるんで、はいはい、ダウンフォースがずっと必要ですからね、あだからそういうことね、イモラはちょっと厳しいと思うけれど、うん、ただまあ、そこは角田君の頑張りと、うん、なんか何らかのミラクルが起きてなるほど、はい、頑張ればいいんじゃないかなと思います、うんまあ、角田君もだからテストの回数は多いから、
ああここね、角田君はだから他のサーキットに比べると走ってる、はいはい、F1 で走ってる回数は多いはずなんで、うん、まあ、そういう意味では期待もできるんじゃないかなと思います。まあ、あとはもう本当に角田君自身の頑張りで、うん、車の全てかそれ以上引き出して、まあ、なんやかんやあって、なんやかんやないとね、前回みたいに11位で終わっちゃうんで、うん、なんかがあったらちょっと1台か2台抜けて上に上がれば入賞が見えてくると、うん、なるほど。まあ、これ本当にこれはね、これが達成できるっていうのはすごいことですよ、今の車で。うん、まあ、1回では多分今回のアップデート、他のチームもアップデートしますからね、もちろん、まあ、タウリもアップデートして、うん、コンマ2秒とかコンマ3秒速くなると思うけど、うん、当然他のチームもアップデートしてくるので、うん、だから前回のマイアミはフェラーリとハースしかフロアアップデートしてないですけど、うん、その前のアゼルバイジャンで他のチームアップデートしてるんで、うんうん、まあ、順番的に言うと、あのマイアミアゼルバイジャンで入れたチームはフロア関係は多分エミリアロマニアにアップデートしてこれないんじゃないかなと。そう考えると、うん、まあ、そんなあのフロアがガラッと変わるとかっていうのはあんまないような気がするんですよね、うん、アルファタウリはガラッと変えるって言ってるけど、他はそんなに多分どうだろう、アストンマーティンとかぐらいかなっていう感じがする。まあ、あとあれか、アルファロメオとウィリアムズもしばらくアップデートないんで、うん、まあ、その辺がだから争ってるとこじゃないですか、うん、アルファタウリが。だからちょっと その辺との争いになるかなとは思いますけどね。うーん、まあ、とにかく頑張っていただいて、地元なんで、はいはい、それでは田中さんの今週のおじ、まあ、おじっつも人数限られてるからね、ほぼおじじゃないですか、ほぼおじ、もうこの間ヒュルケンさん使っちゃったから、はい、もう次はこの人で決まりですね、はい、ロマーニアグランプリ田中さんの今週のおじ、ドル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 、田中さんの今週のおじは、この間はお尻だけ書いてごめんね、反省したよ、だから今回は入賞ちゃ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 ーん、この間のお尻書いてしまったんで、申し訳なかったということで、今回は、メイヤ入賞、10位入賞ということで、10位見えるか、はい、はい、こちら、チョイスさせていただきました、オーダー入りまーす、あよーラメチョーって湯切りしてますから、今回湯切りをさせていただいてます、はい、まあ、申し訳なかったんだったら書かなかったらよかった書いたことによって入賞のチャンスはなくなりましたよね、あれ、あ、ロメオ走ってる前から走ってないですよ、だから書かれてるんで、なんかもうそれぐらい存在感が、空気感がね、うん、車自体はなんか見た目かっこいいんだけどあんま映ってない、いるかどうか分かんない、ね、なんかよく言うじゃん、ほらかっこいい車は速いって言うけど、速い車はかっこいいじゃないですか、うん、ちゃんとほらサイドポンツーも変えて、サイドポットも変えてあげたんですけどね、田村さんの絵はアップデートしたんですけど、してないですね、ウーバーじゃないですもんねそこじゃないですもんね、あれここじゃないかったっけレッドブル型ですからね今年、あ、ノーズも全然違いますよね、本当大体合ってるのかな、全然違うまあちょっとあの麺屋さんがちょっとあまりにも不甲斐ない、不甲斐ない地味なんで、うん、やっぱり麺屋が不甲斐ないじゃなくて車が不甲斐ないだけじゃないですか、車が不甲斐ないから麺屋さんはあっちにヌーディストに行っちゃったんだ、はあ、うん、やっぱそれをね、タナさんがやっぱりそのさらに撃墜すると、うん、そうそう、この絵でお尻を描いちゃったっていうのはちょっとさすがに申し訳なかったなってね思ったんで、今回はさらに撃墜していくと、うん、ちょっとお詫びということで、はい、注目をして、きちんと入賞していただくと、だから10位だからツッコンさんと争うってことですよ、ああ、うん、ライバルは俺だっていう、でも入賞権出してる方側ってことなんじゃないですか、これってことは絶対座れないですよね席には、あ、そういうことね、10位を誰かに最後差し出すんだ、親父いるの方じゃない親父やってるのやってるよっつって、一席空いてるよそこっつってラミッチョっつって10位持ってきな、誰かに出した方が、うん、10位持ってきなっつって、じゃあ誰かに誰だろう、じゃあ最後つっくんさんとバトルするんだよ、で、いや、はいよっつってなんで抜かれたっていうような抜かれ方するんじゃない、雨降ってきて湯切り失敗かもしれない、うん、ザーってボスさんあるあるの、なんで抜かれたそこでで、ボスさんは11位と、はい、うん、かもね、うん、毎回11位、毎回自動11位、自動11位、うん、なぜなら入賞権の親父だから、親父だからっていう
はい、ではプロの中段トップ消去プロトク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 まあ、予想する意味がないんですよもうさっきから何回も言ってますけど、予想できないんですよ、はい、不可能なんですよ。マクラーレンが速くなるととは言ってないんです。だからあ言ってない、うん、書くのがなかったから、とりあえずノリノリノリスって久しぶりに言いたかっただけっていう。ノリスあたりがいいんじゃねえかなと、うん、アマチュアのアルピーヌと、うん、アマチュアアルピーヌ、車的にはアマチュアアルピーヌ一歩リードしてるんですけど、はいはい、マイアミの時点ではね、マイアミの時点ではね。そこがそのね、アルピーヌとマクラーレンは、うん、アゼルバイジャンでフロアをアップデートしてるんで、はいはい、まあ、この2チームはそんな入れ替わらないだろうと、そのフロアに関しては。はいはいはい。だからボディーワーク、ね、サイドポッドとかなんかそういうところは変わってくるかもしれないけど、まあどっちかというとアルピーヌよりもマクラーレンの方が、うん、まあ、あのね、ちょっと序盤戦停滞していて、ここから変えますって言って変え始めてるとこなんで、はいはいはい、開発のスピードはマクラーレンのが早いかなと考えると、まあ、アルピーヌより先にアップデートもう一個入れてくるかなというところと、まあ、ハースはマイアミでフロア入れてるんで、はい、まあ、当然今回フロアっていうのはないと思うんですよね、はいはい。だからあとはアルファロメオとウィリアムズ、まあ、うん、アルファタオリももちろんですけど、って考えると、まあその中で来そうなのはマクラーレン、うん、マイアミってあの予選はなんかしないけどすごい遅かったんですけど、はいはいはい、で決勝はソフトタイヤでスタートっていうので大失敗したんであのいなかったんですけどあの金曜日はめっちゃ早かったんですよ。中段トップだったんですよ。あ、そうなんだ、うん、金曜日圧倒的に早かった、うん、だから車的には全然ポテンシャルあると思われるし、でイモラもあの低速コーナーとか、うん、あのストレートがないので、うん、マクラーレン向きではあるんですよ。あ、なるほど。車的には合ってるはずなんで、うん、まあ、それが開発でさらに進むなら、うん、まあ、基本的にはマクラーレンが中段トップをアマチュアのチームと争うところにはあるんじゃないかなと思うんで、うん、アマチュアには負けねえぞっていう、うん、というか、まあそこはちょっとノリスもね、あの、うん、イモラで表彰台取ったこともありますし、まあマクラーレン伝統的にイモラそんな苦手じゃないと思うんで、うん、いけるんじゃないかなぐらいの、あ、薄い予想です。っていうのは予想しても意味がないから、中段グループは本当にもうタイトなとこに5チームいるんで、はいはいはい、まあ、アルピーヌちょっと上いますけど、うん、アルピーヌと中段グループの差もそんなにコンマ2、3しかないので、うんうん、ね、アップデートが今回コンマ5とかいったら全部ガーン変わりますから、はい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 、もう全然予想しても意味がない。アップデートがいいか悪いかの予想しかできない。それはでも何の根拠もないので、あんまり意味がないんですよね。だから、まあ、本当めちゃめちゃ接戦だから、もう本当ちょっとしたことですぐビョーンと変わっちゃうから、8位まではもうちょっとね、トップ4チームは行っちゃってるけど、うん、まあ、その5番目のアルピーヌ9位10位とあとその後ろの5チームは、まあ、かなり接戦なんで、特に後ろの5チームはぎゅうぎゅうなんで、うんうんうん、コンマ数秒コンマ2、3とかそんな感じなんで、本当にコンマ1秒2秒でガラッと変わっちゃいますからね、うんうんうん、それは今回アップデートがみんなドンと入ってくればリセットもいいところだと思うんで、うん、そういうことね、誰が来るか分かりません。だからこれはサージェントかもしれないし、またウィリアムズが早ければ、うん、全然分かんないですよ。なるほどね。デフリースかもしれないし、フリースさん、うん、それではタオさんの中段トップ予想参る。タロさんの中段トップ予想はこの人、オーナー見てますか。見てないよ結果しか見てないよ。僕やりました。タタ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 、はい、ガスリオーター。いや、もうオーナーにケチョンケチョンに言われましたから、うん、ちょっとさすがのガスリ君もちょっとプチッと、ああ、うん、この野郎みたいな、アマチュアってなんだよ、てめえ、そう、おめえだろアマチュア、俺今年来たばっかりなんだよ、それ言うかお前みたいな、もうやめるわ、うん、そう、やっとれんわっていう、うん、まあまあ、ガレージ空っぽアルピーヌガレージ空っぽ事件、まあまあまあ、そんなことはなくですね、はい、アルピーさん、ガスリーさん、見事中段トップを取っていただきましたよ、はい、どうですかダブルピースですよ。ダブルピースですか、はい、ダブルピース、うん、やっぱりこう未だにこう無限のキャップが脱げないみたいなねじゃあダメじゃん、ライバルメーカー
でも早いんでしょ、ここ一応車としては、車としてはね、うん、でもチームアマチュアらしいんでまたなんかやらかすんじゃないですかそうだからアマチュアって言われたんで、まあ、おそろそろだからオコンとやらかすんじゃないですか、うんうん、オコンではなくやっぱりガスリーなんですよ。あ、うん、こういう時にこれちょっと危ないですね、うん、ガスリー一発やらかすとまだ出場停止待ってますからね。そうそう、まだその爆弾もなくお休みあ、そうか、翌戦が欠場になっちゃうんだ。そうですね、あ、じゃああれじゃない、モナコ誰が乗るか、モナコこそ本当にアマチュアが乗るかもイモラでやらかして、そうだね、あれ誰がいるの、ここ誰がいるでしょうね、誰かいるんだろうね、はあ、でも F2 から乗ることになっちゃうよね。そうですね、借りてくるしかなくなっちゃうもんね。いや、まあドゥルゴビッチとかあ、ドゥルゴビッチって今暇してる人が、そうなんだっけ、あれドゥーハンここだっけ、あ、持ってないのか、ライセンス持ってギリギリ持ってないような感じが、うんうん、そうだね、じゃあちょっと休める場所じゃないね、ガスリーね、うん、まあまあでもちょっとオーナーに、うん、僕やりましたって報告に行かないといけないんで、はい、うん、で気持ちよくやっちまいましたペナルティーポイントもらっちまいましたモナコでお休みしてまた再来週スペインで会いましょう。そうか、オーナーとモナコで一緒に観戦そういうことかっていうやってしまってる、欠場で観戦やってしまってるはい、プロの注目ポイントいましょう。注目するとこだらけで、どうなるメルセデス、これが最大の注目ですね。どんな車になるのか、ゼロポッドなのか、フルポッドなのか、マイナスポッドなのか、ごくごく普通の車になってしまうのか、まあ、皆さんそのサイドポッドにご注目されてますよね。そうだね、はい、うん、まあ、基本はサイドポッドなんてよりはフロントサスペンションをね、いじって、うん、まあ、今言われているそのホイールベースというか前後のバランスというか、うん、ね、コクピットからリアへの長さがちょっと長すぎるんで、フロントサスペンションをジオメトリーを動かすことによってホイールベース長くして、フロントサスペンションをコクピットから遠くするっていう、まあ、これによって車のバランスというかドライバーの感じ方、うん、が変われば、まあ、もうちょっと攻められる車になるんじゃないかというところが、だから見た目でどうこうっていうよりちょっとドライバーのね、その攻め方、あ、そういうこと、車の感じ方っていうのはどう変わるか、まあ、それプラス、まあ、ゼロポッドと言われてるやつをどこまで変えてくるのか、うん、まあ、一応ボディーワーク変えると言ってるんで、うん、サイドポッドをどうするかっていう、まあ、サイドポッドがコンセプトの全てではないので、ね、車として、うん、どういう風に持っていこうとしてるかっていうのは、まあ、そこだけでは分かんないんですけど、うん、まあ、でもある程度今回のアップデートによって車の見た目がどう変わるかで、今後もしくは来年、はい、メルセデスがどこを目指しているのかっていうのがある程度見えてくる。投入したからといってすぐ結果が出るわけじゃないし、うんうんうん、1秒とかコンマ5秒とか速くなるわけじゃないけど、まあ、それで、あ、やっぱりこの、ね、今まで使ってた車の悪かったとこってここだったんだね、変えたから初めて分かるわけで、変えなきゃ分かんないから、うんうん、あ、まあ、それが今回買い、アップデート投入されることで確認ができると、うん、まあ、そっからじゃあ次のアップデートどうしましょうかとか、うん、来年の車のコンセプトどうしましょうかなんで、まあ、そこがちょっとどんな方向に行こうとしてるのかっていうのが今回のアップデートで見えるという意味では楽しみだなと。なるほどね、まあ、結果がすぐ出るとは思ってません。あ、そんな簡単な話じゃないよと、うんうんうん、というとこです。なるほど、はい、はい、まあ、どうせだってレッドブルとかガラッと変わりようがないですからね。もうガラッと変わるといえばここしかないと、うん、ちょっとハンデだっつってレッドブルがゼロポッドですみんなでくじ引きして先に謝っときます。皆さんごめんちょーい。ドラさんの大注目ファイツドル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 たたたたたたたごめんなさいメルセデス、はい、メルセデス失敗したメルセデスアップデートついにゼロポットじゃなくなりましたよ皆さん。あ、じゃあゼロポットキープなんだなるほどねこれどっち風ですかね。これ全然わかんないです、うん、RBW14 って書いてあるでしょってことはレッドブル風ってことじゃないですか。風ね、うん、そう思想はね、
思想はそうなんです。でも同じじゃないんですよ、うん、なんかちょっとこれ横に大きく、うん、そうやってボッと出てきました、うん、まあこれアンダーパネル前ほらアンダーパネルがいっぱい見えてたし、見えてなかったっけ、まあ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 こんな感じです、上から見たらきっと、まあ、ということで、メルセデスはゼロポッドをキープするということですねでも多分大概の人はメルセデス気にしてるでしょ今回は。まあそうでしょうね、うん、どうなってくるのか、どうなってくるのかっていう。だから先ほど僕が申し上げた通り、サイドポッドに注目してるやつは素人だよねっていう。そうね、だから、まあ、ポイントはフロントは、うん、本当はフロントサスペンションが重要だ、うん、そうだからさっき、あ、そうなんだへえと思って聞いてたんだけどだからサイドポッドに注目してたら何も変わってねえじゃんっていう、太郎がレッドブル風って言ったからゼロポッドキープじゃんって。ああなるほど、になってるかもしれない、うん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 、でもその見えないところが実はボディワークって確か言いましたよ、でもサイドポッドとは言ってないでしょ、うん、っていう、うん、ほらここのちょっと絞り込みちょっと変わりましたからかもしれないかもしれないし、うん、意表をついて次のモナコに入れてくるかもしれないさすがにモナコって何か入れても検証できないから分かんないよね、聞いてるのが。で間に合わなければ入れるしかないです。ああそういうことね、うん、はい、ということで、まあ、イモラに入れてタローノートに予想されてるんで、うん、そこで入れて失敗するよりはモナコで入れた方がいいかもしれない、うん、大注目されてしまったメルセデス、はい、どうなるか、はいね、ではプロの注目ポイントいきましょう、はい、まあ、これは余興ですから。あ、余興、こっちが本当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 、ジョジョー RQF 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 レースクイーンファイト、ファイト、チーン戦う、誰と誰が戦うリバイズドクオリファイングシステムですよ。なんですかそれ、新しいシステム。 RQF Q1 ハード、 Q2 ミディアム、 Q3 ソフト、あ、姿勢です。やったんじゃなかったっけ、あれ、これはあのスプリントシュートアウトです。あ、SQF ですSQ1、SQ2 はミディアム、SQ3 はソフト。なんそのすぐなんかもう略したりユニコかよみたいなSQF、RQF まあ、 あのどうなるか、うん、まあ、何も起きない可能性もあります、まあ、とりあえずピレリとしてはちょっとこれをやることで、今までだったら予選でソフト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 ってなっちゃうから、ソフトばっかり使ってこの予選で使ったソフト 2,3 周しか使ってないやん、そのまま捨てるやんってなってたのがもったいないよね、じゃあ Q1 はハードもう指定にしちゃおうよって、でこれ使って3周ぐらい走って、もしくは6周とか走ってこうまたそのまま決勝で使えばいいじゃんっていう。ああ、なるほどね。ミディアム Q2 のミディアムもそう、これもそのまま使えばいいじゃん。今ほらハードとミディアム基本みんなソフト以外は新品で1セットずつ決勝に残しましょうになってるんで、うん、この決勝残しましょうのハードとミディアムを Q1、Q2 で使ってくださいっていう。ああ、じゃあそうすると無駄なタイヤ減るよね、決勝に新品の、うん、無駄なタイヤが減るよねと、はいはいはい、サスティナブルにしましょうと、うん、だこれはまあ、 あの全体としてはまあいいことだと思うんですけど、はい、だから Q1 で落ちちゃうチームにとってはソフト履く機会がまずないので、うんうん、一発アタックのパフォーマンスをソフトに合わせる必要がないわけですよ。だから最初からもうハードでいいタイムが刻めるようなセットアップを集中してやるしかなくなりますよね。あ、そうね。今回うち Q1 いけるか、突破できるかなと思ってるチームは、うん、ソフトに合わせたセットアップしても使わない可能性が高いですよ。あ、だからフリー走行が変わってきちゃうんだ。というか、まあ、大体、うん、あの上位4チームがまず Q3 行くじゃないですか。行くね。あと2チームしか行けないじゃないですか、うん、2チームの2台しか行けないじゃないですか、うん、2台しか行けない。だからうちは今回 Q3 行けるぜって自信持ってる人あんまいないですよね、中団の中で。あ、まあ、アルピーヌ勢持ってるかもしれないけど、はいはいはい、他の中団勢5チームは行けるかな行けないかなって思ってたら、うん、ソフトに合わせてセットアップしても無駄っていう可能性が、むしろソフトに合わせたセットアップでハード履いてアタックしたらゲロ遅い可能性ありますよねそうすると Q1 で落ちちゃうんですよ。本当は Q2 行ける速さがあって。ああ、そういうこと。だからそれはもう FP1、FP2、FP3 をどう使うかに関わってくるんで、うんうんうん、だから下位チームはもうソフト使わずにミディアムとハードに合わせ込むしかなくなってくる、うん、予選で前に行こうと思ったら、もしくは予選のこと全く考えずに、うん、決勝だけ考えてセットアップするかってなっちゃう。おお、だからそのフリー走行の戦略がまた全然違ってくるっていうのと、うん、あのチーム Q3 いけると思ってるんだみたいな、ソフトでアタックしてたら、ああそういうことね、あ、いけると思ってんのみたいな。逆にハードでアタックっていうか、あのセットアップしようとしてたら
自信ないんだなって分かるし、あそう、まあ、多分 FP1 はみんな最初の確認走行だから普通通りやるけど、うん、FP2、FP3 でタイヤどう使うかっていう、はい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 、普通だったらやっぱそこで特に P3 なんかソフトって使って、うん、セットアップの煮詰めと最後のアタックの練習ってやるけど、うん、まあ、今回だからどうするのかなっていう、ね、ハード2セットしかない中でこれやるのかなとか、どうするんだろうねっていう、そのチームの考え方が結構違ってくる。そういうこと、ね、もしかしたらだからレッドブルはソフトめっちゃ速いけどハードめっちゃ遅かったら Q1 で落ちるかもしれないですよね。あーハードでアタックしてなかったら、そんなことが、まあ、ないですけど、大体みんなハードだからでもハード のタイヤは全然使えません、まあ、決勝で持ちがいいっていうことはタイヤに熱入りにくい車ってことですから、うそうするとハードだと全然熱入らずになんかグリップ出ませんでしたってことはあるかもしれない。速さが出ないと、うん、そのトップチームにとってはそういう難しさもあるし、下位チームにとってはソフトじゃなくてこっちのミディアムハードに合わせてセットアップしなきゃいけないっていうのもあるし、今までとちょっとフリー走行が違ってくるっていう、その辺が、まあ、予選そのものがっていうよりは、うん、フリー走行の使い方を注目すると面白いんじゃないかなっていう、予選自体は正直結果的には何も変わらないと思いますよ。これやったとしても結果はほぼ変わらないと、いつも通りの結果になると思うけど、うん、フリー走行がどう違うかっていうのは楽しみですね。まあ、何やかんや言ってその今回去年よりもタイヤがワンステップ柔らかいんで、要するにここで今 Q2 ミディアムって言ってるけど、これ去年のソフトだから実際にはそんなにだからね、ミディアムで予選って思うけど、で去年のソフト履いて Q2 やってるのと同じだから、あ今年のタイヤのあれ実質だからそんなに変わってないんですよ。ここがまあ去年のミディアムでやりましょうって言ってるのと同じで、ただ Q3 が去年よりワンステップ柔らかいっていうので、そこはあのそんなにね、だからこのハードとかミディアムって指定するのどうなのっていうけど、いや、うん、去年のソフトですよこれみたいな、ああそういうことね、そんなに実はあのパフォーマンス落ちることはないと思いますよ。っていうか、まあ、去年ちょっと硬すぎたんですよ ね。みんなスプリントレースソフトで走り切っちゃうぐらいソフトが使えちゃったので、まあ、それだったら今回はちょっとワンステップ柔らかいタイヤでっていう、まあ、ちょっとだからピレリ的にも攻めてるんでアロケーションは、決勝はそういう意味では面白くなるかもしれないし、おなるほどというところでこの RQF もうややこしくなって SQF とか RQF とかややこしいですけど ね、はい、じゃあクラックしときますか、はい、ポチッポチッ、クラ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 優勝、優勝マイル、ペッペー、もうかかんでもええじゃん、はい、ど真ん中シャキーン1番郵送予想ってなっちゃった1番間違えちゃったはい、もうついにもう何もかからなくなっちゃいました。シャープ1言わんでも分かるだろうとそう、もう嫌でも分かる、白紙で提出でもいいよ、そう、うん、紙がもったいない、もったいない、うん、まあしょうがないよ、うん、だから書きようがないよ、応援したって無理だもんだってまあだから毎回なんで、うん、ね、毎回スムーズな優勝ないですよね、マックス選手でも優勝スタートから独走っていうのはないですから、でも優勝しちゃうからさ何らか起きて、だから予選は絶対なんか Q1 落ちるんじゃないですか、だからこれでハードタイヤが発動せずっていうので終わっちゃうんじゃないですか、でまさかのっていう、でもどう考えても赤いとこが来るとは思えないし、地元ですよ、地元っつっても、うん、車のアップデートも入るし、でもここもアップデートしちゃうんでしょ、分かんないですよ、もう やってないかもしれない、うん、私は余裕だと思って、余裕だと思って、うん、ちょっと、うん、まだここを脅かす人は出てこねえだろうと、11番11番がね、まあ、頑張ってるんだろうけど、うん、頑張ってるんだろうけどまあだから触れられてなければ大丈夫じゃないですかね、11番優勝する可能性あるね、うん、ちょっと8日間はっていう、だからあの1番は書かれてるんで、なんか起きることは間違いないんですよ、これもう、うん、普通にポールからスタートして独走優勝はもうないんですよ、この時点で、実
際今まで今年ないわけだから、ああ、だこれで11番も書かれてれば、うん、11番も両方下がるから、うん、こっちが結局勝つっていうことあるけど、はい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 、11番書かれてなければ11番が全然リードする可能性ありますよね。なるほど。もしくはチョコって書かれてれば当たらない可能性がある、ね、うん、チョコって書かれたから、うん、ちょいちょい G 間違えたからね、うん、まあこのシャープ1がどうなっていくのかっていうのはね、皆さんぜひ本音編をご覧いただくというか、はい、はい、本音編はメンバーシップに入っていただければ、メンバーシップ、ワンライフ、はい、クラブプラス、うん、プラス入っていただければ、ね、はい、見れますんで、はい、ということで表予想は、はい、シャープ1がまたぶっちぎっちゃうよと。何事か起きるってことですね。イモラで何か起きるは絶対大きなことになりますからね。これは何か起きますよ、間違いなく。なるほど、うん、まあ、イモラヨーロッパラウンドの開幕でございますから、まあ、ここから、どのようなレースになるか、うん、まあ、先ほど申し上げた通りようやく普通のサーキット で、うん、でパドックもね、モーターホーム、あー、ね、今年初めて出てきますし、ね、ね、アルファタオリも地元ですから、うん、またちょっと気合い入りますし、うんうんうん、まあ、どんなレースになりますか。まあ、ちょっと久しぶりに本当に普通のレースが見たいなというところがあるので、うん、そうね、だからずっとヘンチクリンなところでやってたのね。そうですね、だから、うん、まあモナコはまたちょっとヘンチクリンですけど、うん、まあ、イモラね、本当にあの久しぶりのグランプリサーキットっていうところで、うん、まあ、アップデートも入るんで勢力図もまだまだ分かりませんし、蓋開けてみないと。だからレッドブル早いのはまあ間違いないんですけど、うん、レッドブルとその他大勢とか、今フォーミュラレッドブルとフォーミュラワンって言ってますけど、うん、この差がもうちょっと縮まるあればもうちょっと面白くなってくるじゃないですか、うん、もしくはこのフォーミュラ1の3チーム、上の3チーム、ここがもうちょっとガチャガチャすれば面白くなってくるんで、もうこれは十分可能性としてあると思うんですよね。レッドブルも開幕した時のリードが大きすぎて、他の人たちがちょっと、ね、停滞してるから、メルセデスとかフェラーリとか、メルセデスとかフェラーリが、はいはいはい、だからここがすごい下がっちゃったけど、本当はこの人たちもこの辺からスタートするはずだったわけで、これがようやくここに来ると思うんですよね、次はね。だからここがこうなのかこうなのかこうなのか、ここぐらいにいるとちょっと面白いかな。レッドブルの1台ぐらいは食えるところね、いると面白いですね。もうそのレッドブルの1台だけ食われちゃうと、結局1番だけはずっとまた行っちゃうみたいな。1番書かれてるの大丈夫です。ああ、そういうことね。食われるのはそっちです。はい、ということで、ヨーロッパグランプリスタートということで、皆さんね、ぜひ、パスタを用意して。パスタ、あ、今週はちょっと何でもたいいね。毎日パスタで、うん、うん、だからまあパスタも食べるにしても、ピザ食べるにしても、あのちゃんとこうイタリアンなイタリアンじゃないパスタあるんですか。だからちょっとほら、アメリカンなパスタ、うん、だから日本人が思うパスタ、ああ、まあ、だからまあナポリタンなんかそうだよね。ナポリタンだってナポリってもないわけでしょ。ないですね、うん、ちゃんと現地にある。じゃあ日本にないじゃん。どうやって日本で手に入れるんですか。ピザもだからドミノピザじゃダメってことさ、それアメリカンピザになっちゃうから。ナポリのピザ、ナポリのピザを、ね、ナポリの釜か、はい、探して、食べながら、うん、ね、ようやくあの変な時差もありませんから、うん、皆さんの慣れ親しんだ時差の中で、はいはい、パスタ食べながら、パスタ食べながら、ね、サイゼリアで皆さん見ましょうじゃあ。サイゼリアで、確かにサイゼリアは意外にあのコストパフォーマンス、サイゼリアですからね。サイゼリアじゃなくて、はい、サイゼリアですから、ね、サイゼリアですから、はい、まあ、なんならサイゼリアに iPad かなんか持って、確かにみんなで、ね、みんな、そうそうそう、ね、みんな食べながら、食べながらね、そしたら本格的なパスタと本格的なピザですからね、うん、そうだね、ワインもいっぱいあるしね、はい、うん、そういう楽しみ方もいいんではないでしょうか。はい、ということで皆さん、エミリアロマーニャグランプリへいってらっしゃい。